小型カンパンカンパンは、保存、携帯の目的で固く焼き締めたビスケットの一種。軍隊用の保存食であるハードタックに分類されており、日本人の思考に合わせて作られている。19世紀頃のアメリカの軍用型パンカタパンの起源は古く、ヨーロッパでは、ローマ時代に兵糧として支給されていた記載がある。現在では、非常食として、用途の他に、 軍隊や登山者の蛍光食料として用いられる。岩水量が少ないため貯蔵性に優れており、特に多くの食料品が凍結してしまうような、低温下においても平常時と、ほとんど変わらない状態を維持するため、寒冷地における重要な糧食となっている。日本における寒パンの始祖は、天保13年、ニラ山反射路で有名な伊豆ニラ山大寒。 江川太郎左衛門丹安公が非常時に備え、保存できる運用の形態食として、パンを焼き始めたものである。外国文化の取り入れに熱心だった当時、水戸藩は、氷楼丸、長州藩は、備え級餅、薩摩藩は、虫餅と名付けた軍用パンを作り、非常時に備えていた。寒パンは、明治期の大日本帝国陸軍が、欧米の軍用ビスケットを改良して作った。 携帯考量であり、重焼き麺包重正麺包重ねて焼いた、メインホイコールパン、すなわちビスケットのことと呼ばれた。一枚の大きさは工述する大型乾パンほどのサイズであった。後に乾麺、包と故障され、昭和期にはさらなる改良が行われ、味形ともに現在の小型乾パンと変わらないものとなり、名称、故障も乾パンとなった。 包装を缶詰にしさらに保存性を高めた製品がある。缶詰の製品には糖分を補うため、唾液を出やすくする目的で、しばしば氷砂糖やコンペ糖が同梱されている。乾ンは小麦粉、砂糖、食塩、ショートニングなどにイーストを加えて発酵させた後、140、摂氏150度で焼き上げる。水分が少ないため、食感は最初は硬くて、 味のないビスケットのようであるが、よく噛めば、口の中に、小麦の香ばしさと甘みが広がる。栄養価を高め、食味を向上させるために、黒ごまを加える場合もある。非常食用のものは、平均2.3%ほどベントナイトを添加し、防純性を持たせて、満腹感を持続させ、腹持ちを良くしたものが多い。ベントナイトは、軽装度とともに、加藤清正が、 熊本城の築城に際して、牢城を想定して、随気と共に非常食用の土壁としても利用した。木が、大災害、繊細にあった国、地域に対して、緊急援助物資として送られることも多い。燃料や水すら満足に、確保できないほど困窮している。状況下では調理の必要がなく、飲料水がなくてもある。程度喫食できることでありがたがられることもあるが、 困窮の程度があまりひどくない場合には味の面で不評を買うこともある。1877年に西南戦争が発生した。この時、海軍の戦闘用糧食であったハードビスケット略称ハービスを参考とし、乾麺法が非常糧食として採用された。分類は非常用の予備食料で、蛍光量は1食分を2枚とし、計6枚であった。 1890年6月24日から6月30日まで肉入れ乾麺法が試験された。試験期間は第三師団具二部であり、名古屋へ犬病院にて看護学習特兵19名、2班により実施された。試験内容は前期日程において肉入れ乾麺、法及びゆ茶のみを飲食するものである。 一般は定時に飲食し、もう一般は不定期に飲食した。肉入れ乾麺法は1枚 100g、牛肉が混入されて焼き上げられており、2枚で1食、分である。この乾パンは、極めて硬く、1食に30から40分を要し、また、食べるためには1日平均 1707cc の、湯茶を必要とした。また、これは、日本人の味覚に合わず、 連続して飲食し得るものではなかった。1895年、日清戦争において、パンに改良が施された。これは、西南戦争中に使用された大型の乾面砲を小型化し採用したものである。経緯として、主戦場となる中国大陸では、水が乏しく、食べるにあたり水の必要な欲しいに代わる食料が必要だったことが挙げられる。 日本陸軍は、風月堂に、小型ビスケット製造の指示を与えた。しかし、風月堂のみでは、生産が間に合わず、地方の各社、また、一般の菓子屋も動員された。このパ板の名称は、戦時用ビスケットである。この製品は後に、重焼面方へと改良された。1904年6月から7月にかけ、携帯考量試験が行われた。 既存の携帯香料は欲しい、牛缶食塩が使用され、うち欲しいが主軸となっていた。これを改めビスケットを用いるよう希望されていた。そこで大ビスケットと小ビスケット欲しいが試験された。試験目標は以下の通りである。西洋の陸軍ではパンと同時にスープが提供されたが日本軍では 汁類の配給が行われず、完全なビスケット食には移行しなかった。結局、日露戦争中は、欲しいと思い焼き麺法が両方とも用いられた。日露戦争後、重焼き麺法は、乾麺法に、名称変更された。理由は、い焼きが、重症に通ずるとして嫌われたためである。また、戦争後に、乾麺法は、以下のような欠点が指摘された。 品質改良は、官民が協力して行った。綿法は、小麦粉の粘度が低く、焼き上げた後に衝撃を加えると容易に壊れた。そこで、ヨーロッパ産の小麦粉を使用し、また、国産小麦粉にも、粘度の高い品種を使用した。他、品質、配合、製造工程、防湿などに改良が加えられた。新型の官綿鳳が先頭に用いられたのは、 チンタオ溶剤の攻略戦である。大正期に入ると、専用溶食品製造法対応がまとめられた。大正5年には、携帯溶食の内容が整った。これらの製造は、陸軍溶末本省、また、軍指定の民間会社が担当した。民間製品は、陸軍溶末本省が検査を行い、合格したものを買い上げた。 この時点での乾麺法の企画は次のようなものである。1931年、乾麺法は従来の大型のものから、ドイツ軍糧食のハードビスケットを参考に小型化され、一食は 225g、コンペイトーが同封された。これらは袋に包装され、日中戦争以降、軍用食料の国民への普及が意図された。 そこで、陸軍両末本省の外閣団体として、かて友会が組織され、携帯交流の一般販売を開始した。1934年当時の関面法の死価は一食分15銭で、ある。1938年、陸軍戦時給予規則最速中改正により関面法は以下のように規定された。 自衛隊の非常用量食に使われているものとしては、大業と小型の2種類がある。海上自衛隊で採用されている。表面に15個の針穴がある。これを10枚一方として一色としている。チューブに入れられた水飴も配布される。カニ野製。陸上自衛隊の戦闘量食、I 型ナンバーワンに付属する、オレンジスプレッド陸上自衛隊と、 航空自衛隊で採用されている。表面に2個の針穴がある。3リッター製化性。陸上自衛隊の戦闘量食、I 型ナンバーワンでは、これを150グラムとコンペイトー15グラムを同梱して主食とし、オレンジスプレッド及び創生時間の副食と合わせて1食分としている。オレンジスプレッドを 直接吸い、そのまま乾パンを食べることで口の中で混ぜながら、食すのが通の食べ方と言われる。このオレンジスプレッドは寒冷地では硬くなってしまうため、懐に入れたりもんだりしてあらかじめ柔らかくしておく、工夫もされる。先頭量食、通型では、乾パン 150g とコンペイト五 15g を、同梱した主食と副食のソーセージはそのままだが、オレンジスプレッドがなくなり、 副食にツナサラダ 75g が追加されている。ありがとうございます。